濡れのビデオ見ましたね。その心霊スポットに行くという。え、あの遊具それだっけ。あ、え、あれ、待って待って待って、うわ、鳥の反対やばい、あれだあれだ。ほらーない SS ラジオ出張編、出張編、もうこの映像でわかるよね。この出張編っていうとこまで大事だからね。本日ちょっとね、やばいところに来ております。結構遠かったよ、ここまで。まあ僕が住所だけ言いましてね、皆さんは今何、どこに来ているか分かっていないでしょう。まあ全体的に暗い場所ではある。まあめちゃくちゃ暗いよね。皮の剥け方がすげえ。皮の剥け方いいから、いいのよ皮の剥け方。緊張感、これ緊張感、あと5分、緊張感大事よ。で、そのまま車に捨ててんだよね、ずっと。5分、5分、5分。お前も剥くな。やめろ。この辺ね、気づいてないんだけど、実は君たちも知ってるんですよ。嘘、知ってる？何もわかんないですよ。皆さん、濡れのビデオ見ましたね。うん、怖いの？僕の車の中で見てたじゃないですか。あ、見てました。その映像あると思うんですけど。やってる、やってる。え、待って、マジ？マジで？その呪いのビデオで。やばい、やばい、寒い。唯一前編と後編に分かれていた。やばい話だった。いっちゃん怖いやつ。そうだ。うわ、うわ、うわ。うわ、それ、その現地の話。それはやばいわ。待って、やばいわ、それは。何気なくですよ。何気なく僕は呪いのビデオ借りようと言って、昨日見せたわけですけれども。見た、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 見た。視聴者さんのある方からメールいただきまして、呪いのビデオ。まあ何巻かは伏せますけれども、であれタイトルとかあるんですけど、っていうタイトルの場所が、私の地元って何でした？そこが舞台になっていて、結構地元で話題になっていると。その場所がこの、ちょっと待って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 、無理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 、あの話めっちゃ怖かったから。いや、マジ無理マジ無理。本日はなんとその心霊スポットに行くという、本当にやばいね、マジない、やばくない回でございます。本当にやばい、これ本当にやばいです。なんか骨髄移植を受けた方かなんかが、移植受けてからなんか怪奇現象が起きるようになったみたいな、家族でなんかこの公園でなんか動画を撮ってる時にありえない映像が映り込んだみたいな感じで、唯一その話だけめちゃくちゃ怖くて、なんか前編と後編でやって、その後編で実は日中すげえわちゃわちゃしてるただの公園なの、まあ、ちょっとデカめなんですけど、その公園と思いきや、実は首吊り自殺してる人が2名、この近くに多分高いマンションがあると思うんですけど、そこから飛び降りてる人が 2,3 名いるらしいんですよ。で、その映像を DVD のね、そのシリーズの中で扱ってるんですけど、声が入ってたんだよね。女性の声がその家族が撮った動画の中に入ってて、それがめっちゃ不気味な声で、まあ、俺らの動画とかにたまに入り込んでるような声だったんだよ。連れて行くとか解析したら、後々そういうこと言ってるっていうのが分かったみたいな作品で、ガチなのかどうなのかは僕らは知らないですけど、ただ結構リアルだったっていう、リアルだろうがリアルでなかろうが、地元の方がわし分かっていてくれて、教えてくれて、かつこれ地元でもヤバいってなってるっていう、この状況なってんだよ、ちゃんと信憑性高いんですよ。ということで皆さん、我々出張ホラーナイト SC スタジオは、皆さんのね、メールでいただいた場所に行きますので、自分が体験した怖い話とかね、こういうこの心霊スポット行ったらこうこうなりましたとか、ホラーものの舞台になっている場所ここですとかありましたら、メールアドレス概要欄に貼ってありますので、そちらか、僕のツイッターまでリプお願いいたします。お願いします。場所は言えないんですけど、とりあえず神奈川県の公園です。映像では遊具のとこ取り上げられてたけど、実際に地元でヤバいってなってるのはトイレです、あと公衆電話ですっていうのも言われました。それ行くんのんすか、行くんのんすか、行くのん、それ行くんのんす。じゃあまずトイレから行きましょうか。トイレだって一番ヤバいんじゃないの？一番ではないの？どうなの？結構ヤバめなとこ、ヤバめな場所なんですよ。ヤバいらしいけど、でも俺ら的にはさ、もうさ、遊具があるとこ一番怖いじゃん。まあそうだね。電話ボックス最後にして、あー、いやもうほんときついわ。意外となんか真っさらな公園に見えるけど、広いよね。広い、そう、広いんだよね。めちゃめちゃ広い、見渡せるぐらいね、広いんですよ、こう結構広くて、これだね。いや、映していいのかわかんないけど、全モザ、全モザ、高層マンション、多分このマンションみたいに高いもん。そっから飛び降りて、俺が言ってたみたいな。俺の予感、え、ここ釣ったと思うよ。適してね、なんか、うわ、なんか適してね。うわ、そう考えたらめっちゃ怖い。うわ、なんかそこら辺にすごいじゃん、もう下がってるマジで。登れるもんね、だって上まで。あ、
じゃあトイレ行きますか。トイレ、トイレ。待って。え、あの遊具それだっけ？あ、え、あれ、嘘でしょ？待って、あれ、あれだ。うわ、マジで？たつきあれで。マジで言ってる？どれ？うわ、トイレ反対やばい。うわ、あれだ、あれだ。てか、急にじゃない？セミバカ投げだし。確かに。本当だ。俺らがこれに来た瞬間、バカセミ投げ出した。もうほんま怖い。何？マジで怖い。だってもうトイレ行く？トイレまず行こうよ。島？トイレ。閉まってるよね。閉まってるとこあるんだ。ガチケイトとこはあそこだよね。そうだね。あれだ。ちょうどこの辺で踊ってんだよな。真ん中ら辺でね。で、それ子供が映ったと。子供が映ったと。行く？行きましょうよ。もうだって呪いのビデオのその現場にいるっていうことに、そう。マジであった。あの映像見てからのここマジヤバくない？なんで見せたのよ。うわ、あのブランクあるじゃん。え、待って。あのブランクあるじゃん。もうやばいもん、強兵ビビりすぎて手繋いでるもん。いや、まあ、ここはダメだって、マジで。めちゃくちゃ強い力で繋がれてます。ここです、現場です。現場です。まんまやん。あの映像のまんま。まんまだよね。うわ、きつい。で、あそこで遊んで、あそこで遊んでたんだ。そう。で、ブランコで。ブランコ。え、待って。やばい。え、ってことは女の子がいたらもうすぐその。で、おじいちゃんが倒れたのすぐ目の前だ。そう、それがあの病院。病院じゃねえ。ブランコ。俺も怖すぎて無意識にターボを掴み出してる。このブランコで、そのね、なんていうか、ドナーを受けた方が急に倒れる映像が映ったっていう。マジでここじゃん。で、ここで遊んでたんだもんね。そう。ここで。この遊具、この遊具。そう、この遊具で遊んでたんだよ。うわぁ。マジでやる。ほんま、本当に変な汗めっちゃかいてる。ターボがガチで汗って。なんか、超パニックを起こしてる。本当に。マジで。いや、マジで。俺も同じ子にいるわ。いや、お前再現とかやめとけ。いや、やめろお前、あんまふざけるとマジやばいから。じゃ本当に怖い。こう撮ってたんです。うん。こう撮ってて、こうやって子供を写してて、なんかパッとこの後ろ見たときに一瞬女の子が映ってる。あそこで立ってたんだよ。そう。映像がさ、もうやらせじゃないっぽかったじゃん。やらせっぽいのってすぐわかるじゃん。こんなこと言っていいのかわかんないけどさ、他の映像はさ、まあまあなんか嘘くさいの多かったじゃん。なんか合成かなとかな。この回だけガチだったよね。このブランコでおじいさんが急に倒れたっていう。ほんとドンピシャで今タツキが立ってるところへんで、うん、この距離だね。で、こうパッと向いてあそこらへんに映ってるんですね。そうだね。で、このおじいさんが倒れた時に、で、こうパッと向いてあそこらへんに映ってるんですね。そうだね。この人のカメラに、なんだっけ、名前、連れてくみたいなことを言ってたんですよ。ちょっとマジで汗やばいね。ちょ、本当にね、変な汗がなんか、すげえ。今まで書いたことないような汗。うわ、なんか一瞬今女の子みたいな声した。そうでしょ、ちょっと、ほんときついわ。うん、マジで。いや、女の子はやめよう、マジでやばい。って俺今こう置いて、後ろ、左後ろらへんから、いやいや、女の子はそこにいたのかは知らんけど、今なんかそれっぽいな、聞こえた。写真撮ってみる？写真、いや、お前やばいこと言ってるよ。いや、俺は全然いいんだけど。タツキが一番平気そうにしてるから、タツキで撮ろう。やばっ。じゃあ、ブランコの方。はい、はい。じゃあ、一応ここも撮っておくか。噂の公衆電話も行ってみますか。公衆電話行っちゃうのも行きますか。そこもやばいらしい。地元の人が行ってる本当のっていう、うん、やばい。あそこ、あったあれだ。あれだよね、しっかり、もう終わった。うわ、怖っ。うわ、もうねレベルが違う。本当に雰囲気やばい、もう怖すぎる。
俺結構公衆電話トラウマなのよ。そう、あの前大阪でさ、ね、やったもんね、あったからさ、そう、なんかマジ怖かったよ、なんか映ってるみたいなのが結構、しかも古いタイプだね、なんかね。じゃんけんで一人入ってみましょう。ほんまに嫌だわ、最初グッジャンケン、もうそういうの違う、すごいよ、弱すぎない、本当に弱いね、マジ弱っ。あ、じゃあ俺一人で撮ってくる。はい、入りました。喋れないです、ちょっと一周だけします。これが電話です。うわ、怖え、怖すぎる。無事か。怖すぎる。無事だったようだな。いや、なんか中がめっちゃ鏡っぽくなってて、そうだよね、話し合わせがやばいと思う。なんか映ってる気がする、うん、あ、いや、まあ一応まあなんともなかった。まあ一応タツキも撮っときますか、写真を。あ、うわ、怖え。行こう。一応奥にもなんかまだあるっぽいんで、この辺は。そうだね、広いからね。人みたいオブジェあるね。いや、これ怖すぎでしょ。埴輪？オブジェマジ怖い。埴輪みたいな、なんかあるんすよね。なにこれ、こんなん夜見たらビビるでしょ、普通の人。怖すぎない、これは。頭痛がひどいんだよね。そうでしょ、お前さ。なんか、そっちって行ったらへんかな、もう頭痛がすごくて。いや、お前の頭痛は結構やばい。あ、俺全然なんねんけど、頭痛普段今日すごい。あ、なんかここ、え、待って、ここ俺ここちょっと、いや、マジで嫌な予感する。すっごい嫌な感じするよ。この一個だけバカでかい木がある。すごい構造だね、なんか。うん。何この木を隠れてる。クレーターみたいになってる。なんかすごい国もあるね。見えるね。ああ、やっちゃった。びっくりしました。やばいな、ここ。結構緊張感だった。え、なに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 、うさ。なになになに。あっ！あ、びっくりした、びっくりした。あ、虫？びっくりした、虫だ。あ、なに、セミか。あ、セミ、セミじゃん。セミか。急に鐘の音聞こえたから。鐘の音？カーンって。鐘はやばいって。それはちょっと。鐘の音はやばいって。多分これを引っ張ったらだと思います。ちょっとポーンと言ってみて。違う。どこや、もう、やだわ。これ大丈夫か？いろいろとちょっと心配になってきた。鳥肌がやばいんで、引き返しましょうか。はい、引き返しましょう。はい、ということで帰ってきました。疲れた、マジで。帰ってこれました。重かったよ、空気が。本当にやばかった。本日、重めでしたね。結構、遊具もそうだし、結構木とかも信憑性あるしな。いや、何よりもやっぱ遊具だね。いや、実際の現場だな。なんか破壊力がすごい。一気に女の子が消えた映像とか思い出しちゃった。そう、作品を見てないと分かんないと思うんだけどね。この動画に声が入っていた場合、俺らマジで効率が悪い。やばいよね。血の声が入ったらね。本当にやばい。あと、あの埴輪のとことかも考えて、うん、まあ、ちょっと様子おかしいよね。おかしい、おかしい、おかしい。なんか別に、なんか夜しか行ってないけど、うん、日中普通の公園とは思えないよね。うん、あそこのエリア何って話じゃん。確かに。で、普通なんかのさ、資料みたいなやつだったらさ、なんかさ、石碑みたいなのなんか説明書いてある。そういうのないじゃん。確かにね。なんだ、埴輪がポンポンポンって、不気味すぎる。そこに置いてあるだけ。いや、ということで、ちょっとあの新シリーズとしましてね、うん、出張ホラーナイトのあのこのなんて言いますか、逆聖地巡礼と言いますか、霊地巡礼ですね。霊地巡礼、間違いない。霊地巡礼シリーズとして、ちょっと少しでも怖い感じでね、楽しんで、怖がりながら楽しめるホラーだと思いますので、ね、うん、それができるように何かありましたら僕たち巡礼してきますので、ツイッターか、概要欄のメールアドレスまでどしどしちょっと情報をお願いいたします。お願いします。お願いします。ということで、本日も楽しんでいただけた方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。お願いします。それでは次のホラーナイトでお会いしましょう。体力がゼロ。あそこら辺に映ってたんだよね。そうだね。Ooh, ooh.